はい、自然療法チャンネルブナの森です、えー、ロードバイクを買ったら次から次へいろんなものを、えー、買いたくなりますしつい買っちゃいますよね。私も、えー、サイクルコンピューターを買ったり、えー、クリートの靴、えー、それからペダル、えー、ロードバイクを買ってからも、えー、やっぱり10万20万とお金を使ってしまいました。で もう次から次へいろんなものが欲しくなってしまうんであの少し、まあ、お金は有限なのであの絞っっててて、えー、次何買おううかなっていうことを考えてますでもうだいたい揃いましたんでウェアも揃ったし、えー、とりあえず走るのに必要なものは揃いましたので、えー、次買うものは何かなっていうことで速くなるために次買うものということで。 えー、皆さん、えー、YouTube であのロードバイクについてあのアップしている方、YouTuber の方、えー、プロの、えー、ロードレーサーの方、おっしゃってます。やっぱり走りに直結するのはホイールだそうです。皆さんが言うのですから、えー、正しいと思います。で、あのそれに倣って、私も次は、えー、ホイールを。 買ってみたいいと思います今は、えー、スクルトゥーラ4000を、えー、買った時についてきたメ,ルメリダの,あの,メあのホイールだと思います、えー、いわゆる鉄下駄って言われるやつなんですかね、えー、買った時についてきたやつをそのままあの履いてますで軽くなればあの転がりも良くなるし、えー、走りも軽くなるし坂も登れるようになるっていうことなんであのー 少し調べましたら、まあ、初心者には、まあ、56万ぐらいの予算のものがいいんじゃないかということであのカンパニョーロのゾンダそれからフルクラムのレーシングゼロ、えー、できればこの2つどっちも買ってあの比較してみたいなと思ってますあのまあそれ無駄かもしれないんですけど、まあ、ちょっと試してみたいなっていうのがあるんで今この2つを考えてますで後であの 感想インプレなんかもちょっとやあの動画でアップしてみたいと思いますのでぜひお楽しみにしてください。以上になります